なんてこった、嘘だろう。パパだ、どこにいる。まさか上にいるのか。
から行くぞ、リリー。そこで待ってろ。ここだ、リリー。パパだ。助けてくれなかったでしょ。キッドか。セバスチャン、久しぶりね。3年だ。3年もお前を探し続けてた。空っぽの瓶の底にでもいると思った？私が。なぜ今になって現れた？見つからなかったのは彼らがそう望んだからよ。落ち着いて、セバスチャン。お前、あの病院で何が起きるか知ってたんだろ？ビーコンで起きたことは過去のこと。もう忘れて。警察が押し付けたカウンセラーみたいな言い方だな。あいつは何も知っちゃいない。だがお前は違う。教えてもらおうか、メビウスについて。来た理由はこれ。これは手に入れた。リリーはまだ生きてるわ。リリーは死んだ。警察の報告書もある。組織も済んだ。事実は都合よく書き換えることができる。死の偽装なんて簡単よ。つまらない嘘を言うために現れると思う？リリーはまだ生きてる。私たちの元で。でも危ないの。あの子を助けるのを手伝って。助ける？娘に何をした？その手を離せ。あなたは喜んでついてきてくれると思ってた。こんな茶番に付き合う暇はないの。あなたが必要よ。リリーが待ってる。セバスチャン、目が覚めたのね。よかった。まあ、最高の目覚めだ。ここはどこだ？組織が所有している施設よ。これが全能のメビウスか。やめて。彼らがどれほどの力を持っているかあなたは分かってない。
そうだな。元刑事を誘拐して助けを請うくらいだからな。相変わらず笑いのセンスはないようね。無駄話はもういい。娘はどこだ？焦らないで。答えはここにあるわ。ビーコン精神病院で起きたことは不運な失敗だった。だが私たちは得た知識をもとに新たに大幅に改善されたステムを作り上げた。俺の娘とどう関係がある？考えてみろ。無数の精神が結合した世界を、一人の幸福が皆の幸福になる。この装置、この奇跡で人類は偉業を成し遂げようとしている。あまたの精神を支えるためには汚れのない純粋な精神が必要だった。純真な子供の精神がね。リリーをあの機械に繋いだのか？君の娘は非常に優秀だ。今までのコア候補の中で一番安定性がある。彼女のおかげで新型ステムは素晴らしい成果を上げていた。最近まではな。一週間ほど前にリリーが消えた。信号が届いてこないの。そしてステム環境が壊れ始めた。技術的なエラーだろうし、すぐ直せる。だからメビウスのエージェントチームを送った。でも彼らからの連絡も途絶え、通信は遮断された。こういうことだ、ミスター・カステヤノス。私は君にチャンスを与えている。娘ともう一度会えるだけじゃない、命を救える。過去に君が成し得なかったことだ。娘を救うか死なせるか選びたまえ。セバスチャン、頼んだわよ。あとお願い。エージェントを見つけたらできるだけ協力して。信用してないわね。でも目的は同じよ。ああ、分かった。俺は一人で問題ない。リリーを見つけたらすぐに連絡して。こちらで抽出作業を始めるから。私はここで待ってる。中でもう一人あなたを待ってる人がいるわ。行くわよ。向こうでは気をつけて。あなたが頼りよ。ステムエントリー3、2、1。
これは…ここはどこだ？パパ！なんだ？パパ、助けて！すぐ行くぞ、リリー！マイラ、受け入れたくないのは分かるが、もういないんだ。俺たちの娘は。いやよ、認めないわ、絶対。助けてくれないなら、私が真実を突き止める。ここは一体何なんだ？カステアヌス刑事、電話よ。キッドか。ここは…しっかりして、セバスチャン。うまくいったわよ。気分はどう？最悪だ。ひどい二日酔いみたいだ。大丈夫。精神が適合すれば落ち着くわ。メインシステムから離れた場所にいるから、通信は確保できる。この建物はあなたのルーム。あなたの記憶から作られた安全地帯よ。俺の記憶？それなら、妻と娘はどこにいる？ここは、俺のいたクリムゾンシティ警察か。潜在意識が作り出したのよ。自分の胸に聞いてみて。本題に入りましょう。ルームに情報を送ったわ。記憶と違うものはない？リリーが描いてくれた俺の絵だ。家と一緒に燃えてしまった。メビウスの連中の写真があるぞ。行方不明のチームか。そうよ。一人でも見つけたら知らせて。こちらとステムをつなげられるのはあなただけ。彼らもユニオンに閉じ込められてリリーを探してる。ユニオン？このステムはユニオンという小さな町をイメージして作られてるの。なるほど。で、そっちの専門家たちも助けろと？あなたにしかできないわ。信頼してくれるのはありがたいが、俺はリリーさえ見つかればいい。他にも情報があるから、そこを出る前に確認して。これがユニオン。普通のアメリカの街にしか見えないが。被験者が穏やかにくつろげるようになってるわ。穏やかにくつろぐか。ビーコンとはえらい違いだな。ビーコンの件は手の打ちようがなかった。今回もうまくいってるとは思えないが。いい。何が起きるかはこちらにもわからないの。情報が必要ならそっちの住人に聞くことね。足で稼ぐのよ。刑事だった頃教えてくれたでしょ。お前が刑事だった頃なんてないだろう。あなたももう刑事ではないわ。
でも動き方を忘れたわけじゃないでしょ。オニール、技術者をこんなに送り込むとは、トラブルを想定してなかったんだな。サイクス、技術者だが武器の心得もあるようだ。ユキコ、心理学と監視のプロ、慎重なやつだろうな。ベイカー、チームリーダーか。まずはこいつを探すとしよう。ハリソン、格闘のスペシャリストか。自分の身は自分で守れそうだ。リリーとお前のチーム、それに俺まで、全員がステムに閉じ込められてしまった。全員をポットから引きずり出して叩き起こすんじゃダメなのか。そんな単純な仕組みじゃないわ。コアがいないとシステムから完全に締め出されてしまう。このタイミングで無理やりステムから切り離せば死んでしまう。そしてステム内に意識だけが永遠に取り残されるの。さすがメビウス、バックアップも完璧だな。当たり前のことを言ってもことは進まないわよ。あなたはリリーを見つけないと。でなければ彼女とあなた、それに中にいる全員が死んでしまう。猫、飼っていた覚えはないが。映写機、どこから掘り出した記憶だ。小学校か。キッド、いるか。機械が壊れなければリリーの話はしなかっただろう。俺が残りの人生を嘆いて過ごそうがどうでもよかった。そうじゃない、言えなかったのよ。言ったら殺されてた。信じていいかわからない。嘘をつく理由がないわ。俺を操って都合のいい駒にしたいんじゃないのか。これが初めてじゃない。嘘から始まった仲だ。もういいわ、そう思われても仕方がない。お前は家族を失う辛さを分かってない。失える家族なんてない。私をこの世に連れてきた二人には娘というより荷物扱いされたわ。失える人間がいるだけマシ、そういうことか。かもしれない。少なくとも大切にしてくれる人がいた。それはそうだな。ありがとな。
闇か。ビーコンと同じだ。ここから出られるはず。普通のドアじゃダメだったのか。